タウラジカタウラジカは、日本の政治家。自由民主党所属の元参議院議員。皮膚科医、医学博士。社会福祉法人立花会理事長。NPO 法人長崎子供囲碁普及会理事長。長崎ペンクラブ会長。文芸士、ら、メール発行人。長崎県佐世保市出身。1962年に、長崎大学医学部を卒業し、 長崎大学医学部助手、日本赤十字社長崎県学病院皮膚科部長などを経て、1975年に田浦皮膚科診療所を開設。同年4月には、長崎県議会議員に初当選し、後期務める。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、新政党より立候補するも、落選。1995年、 第17回参議院議員通常選挙に、新進党公認で、長崎県選挙区より出馬し初当選。1969年長崎大学医学博士論文の題は、正常皮膚表面の水素イオン濃度に関する研究。その後、新進党を除名され、自民党に入党。党内派閥は、宮沢派、加藤派を経て、堀内派、小川派に所属する。 2001年1月、厚生労働大臣政務官に就任。同年7月、第19回参議院議員通常選挙に自民党公認で出馬し再選。2005年8月8日の郵政国会の参議、臨本会議採決では反対票を投じ、増反したが、その後賛成に回った。2007年の第21回参議院議員通常選挙には出馬せず、 政界からの引退を表明した。2007年、朝日、重光明受賞。2009年、日本棋院により、第39回、大倉喜七郎賞を受賞される。ルブルム先生、奮戦記聴者紹介、博士論文書誌,誌データベース。2007年秋の、叙勲中受賞以上と、在外法人、外国人叙勲の受賞者一覧、読売新聞2007年11月3日。 ありがとうございます。